このまま寝ちゃってましたね。今が9時21分なんで、用意していけばギリギリ間に合うっていう感じです。頭がズキズキします。隣にいてるですね、あの留学生というか遊びに来てたアメリカ人の子たちは今日は金閣寺見に行くみたいです。おはようございます。今から用意して病室に行きたいなと思います。いや、頭が痛いですね。外はこんな感じです。それでですね、顔を洗ったりとか身支度だけして今からも旅立ちたいなと思います。こんな感じです。その昨日一緒に泊まってたアメリカ人の男の子とLINE 交換してめちゃくちゃいい子らえて素敵な出会いがありましたが、二日酔いで頭が痛いです。そして声が出ない。こんな環境の中、大瀬さんのところに行くのは申し訳ないですが、まあ仕方ないですね。まあ、今日は髪の毛どうにかしてもらうんで行きたいなと思います。意外と明るいところで見たら怖いところではないんですけど、昨日は暗かったのでめっちゃ怖かったですね。いや、今日の予定はですね、今から美容室行って、南千葉のジョンブルが今日がなんかセールやってらしくて、でそれに嫁蔵がどうしても行きたいらしくて、まあ、ついていくんですけど、もうこんだけ頭が痛くて二日酔いやったらいけるんかなっていうぐらい頭痛いんですけど、なので尾瀬さんとこでは二日酔いやから会話が少ないかもしれないですが、まあ、お許しくださいね。いや、近くまで来ました。時間がもう10時ぐらいでぴったりなんで、ちょうどジャストって感じですね。今日は一応予定はカットとカラーしてもらおうかなと思って、まあ、黒くしてもらおうとは思ってるんですが、まあ、大瀬さんに相談しながらやっていきたいなと思います。ではまたですね、2時間後ぐらいにお会いしましょう。その頃にはおそらく声が出てるようになると思いますが、行ってきます。はい、それでは行ってきました。こんな感じで仕上がりました。あの毛先をちょっと切って、で黒染めしてもらって、でまあなんかそのバサバサしてたんで、その切るまではそのバサバサ感をなくしてもらって、まあちょっと綺麗にしてもらったっていう感じになってます。ちょっとやっぱ毛先切ってカラーするだけでもだいぶ小汚さがなくなるんで良かったなと思います。さすがこれはオセマジックですね。で今からはですね、大阪に帰って嫁蔵と合流して、でそっから、ジョンブルに行こうかなと思いますが、もうなんせそれよりも頭が痛いんで、一回ちょっとどっか満喫か行って休憩するか、電車で帰れるかなって感じなんで、ちょっと危ういですが、まあひとまず駅の方に向かいます。フラフラですが、なんとか電車に乗れそうなんで電車乗ります。はい、それですね、あれからはですね、なんとか大阪まで帰ってきたんですが、大阪まで帰ってきて、もうそこから気持ち悪すぎて動けんくなって、近くのゲストハウスに泊まってずっと5時間ぐらい寝てました。なので今が9時ですね。おう！いやー、寝てましたね。最初満喫でも行こうかなと思ってたんですけど、満喫行くのとゲストハウス泊まるのあんま値段変わらないんで、ゲストハウス系 YouTuber としてはゲストハウス泊まろうと思って、ゲストハウスに3時ぐらいから8時ぐらい8時半ぐらいまでですかね、5、6時間ずっと寝てて、ほんまにそのちょっと前トイレ入ってもう気持ち悪って気持ち悪って、多分電車乗ったら多分これ吐くなと思ったんで、もう大阪から動かんとこうと思って、今大阪駅付近のゲストハウスに泊まってるっていう感じで、嫁蔵とジョンブルに行く予定でしたが、もう僕は行けなかったんで、嫁蔵だけ一人で、ジョンブルに行ったらしいです。そこでジョンブルのスタッフの藤原さんと宮口さんもいてはったらしくて、藤原さんと宮口さんと会ったよって言ってました。
まあ、ゲストハウスに泊まらんでも電車乗って帰れる距離って帰れる距離なんですけど、もう泊まっちゃったんで、まあ、もうこのまま朝までおろうかなとは思ってるんですが、まあ、今もまだちょっとだけ若干は気持ち悪いんですけど、それよりも今日一日何も食ってないんでお腹空いてきたんで、なんかラーメンでも食べようかなと思って今歩いてます。福島駅周辺にいろんな有名なラーメン屋があって、その中でも今日は前々から行ってみたかったところに行ってみます。あれこれかな、あ、出ましたね、これですね。それではラーメン食べてきました。ちゃっかり替え玉までして食べてたんですが、替え玉食べ始めた瞬間ぐらいからもういきなりお腹パンパンになってきて、やばい戻すかもしれんと思うような感じだったんですけど、ちょっと時間ゆっくりかけながらなんとか完食しました。でこの時期はですね、夜の風が気持ちよくて、ちらっとちょっと散歩してゲストハウス戻って寝ようかなと思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。